よせ、やめろ、やめてくれ。どうして俺がこんな目に。君孤児のためだ、悪く思うな。俺はただセインガルドへ行きたかっただけなのに。そんな、待ってくれよ。あれを運んでいる時でなければこれほどの目には合わなかっただろうが。誰だ、物を投げたのは。貴様、さては他に仲間がいるな。知らない。何事だ。前方よりモンスターの大軍飛来、すごい数です。モンスターが飛行竜を襲うなどありえんはずだ。ご命令を。総員、第9戦闘配備、中に入れさせてはならん。はっ。今のうちに。このままじゃやられる。どこかに武器はないのか。見つけないと。そこのお前。え？ほう、我の声が聞こえるようだな。素質はあるということか。誰だ？知りたいか？ならば奥まで来るがいい。奥？何か光った？あそこか？
誰もいない。これは剣？変わった形をしてるけど使えるのか？気にしてる場合じゃない。武器さえあればお前なんかに負けるか。敵だ。トウ。ヤーヤー。トウ。トウ。ヤーヤー。トウ。ヤー。行け。ヤーヤー。トウ。ヤーヤー。やったぜ。なんだこの剣、妙に手に馴染む。飛行竜、大丈夫なのか。外の様子はどうなってるんだろう。またか。お前は、女？ちょっと、どうしてあんたがそれ持ってんの？え、それって、その剣よこしなさいよ。あんたが手にするものじゃないわ。ああ、もう、どうしてこう次から次へと。まさか、こいつらも剣を狙ってるんじゃないでしょうね。このままじゃ、キリがない。ルーティ、乗組員が全滅した。このままでは墜落する。全滅？すぐに脱出するぞ。あ、ちょっと待てよ。まだ肝心の原因だ。時間がない。大変だ。俺も早く脱出しないと。
ぞ。爆炎拳トーン。負けるわけにはいかないぜ。そして我の名を唱えるがいい。聞こえる。我が名は、お前の名はディムロン。おい、スタン、しっかりしろ、スタン。ねえ、起きてってば。あ、リリス。リリスじゃないわよ。もう、起こそうの身にもなってよね。はあ、よかった。どうしたの？よっぽど悪い夢でも見た？悪いなんてもんじゃない。最悪だった。水に溺れて死ぬかと思ったよ。しかも変な声まで聞こえてさ。起きろスタン。そうそう、この声って、えいつまで寝ている気だ。さっさと目を覚まさんか。あれ、ここどこだ。
そうだ、俺は確か飛行竜から脱出して、この剣持ってきちゃったのか。なんかよく見ると古臭いな。古臭いとは心外だな。うわあ！大騒ぎするんじゃない。剣が喋った。生きているのだから当たり前だ。いや普通剣は生きてないし。うろたえるな、我はソーディアンだ。ソーディアン？今を去ること千年前に作られた人格を宿す剣、それが我だ。へえ。わかったか。ならさっさと我を拾え。いつまで床に放り出しておく気だ。あ、うん。まったく、どうもお前は落ち着きに欠ける嫌いがあるな。仮にも我のマスターとなったのなら、もっとシャキッとしてもらわねば困るぞ。マスターって？お前は我と契約したではないか。湖の底で起こったことを覚えていないのか？あ、俺にずっと話しかけていたのはお前だったのか。確か名前はディムロス。そうだ、それが我の名だ。あの時お前が我の名を呼んだことで我らの間に契約が結ばれた。今やお前は我のマスター、ソーディアンマスターだ。ソーディアンマスター。気がついたようだな。あなたは？私の名はウッドローだ。うん、大丈夫そうだな。湖の底で倒れている君を見た時はどうなることかと思ったが。あなたが俺をここへ運んでくれたんですね。俺スタン・エルロンって言います。助けてもらってありがとうございます。それでここはどこですか？ヴァンダリアの山奥だ。知らなかったのかね。俺飛行竜に乗っててそこから脱出したものですから。なるほど、飛行竜。それでその剣か。この剣のこと知ってるんですか？こいつ喋るんですよ。さあ、うかつに我のことを他人に話すんじゃない。なんでだよ、別にいいじゃないか。我が声を聞くことができるのはマスターの資質を持つ者だけだ。聞こえない人間に話したところで夢でも見ていると思われるだけだぞ。え、そうなの？どうかしたかね？あ、いえ、なんでもないです。ティルシー、おい、おらんの？さてはまた裏山か。おお、小僧、目が覚めたか？私の弓の師匠、アルバ先生だよ。この小屋の持ち主でもある。あ、どうも、お世話になってます。困った時はお互い様じゃ。チェルシーというのは先生のお孫さんのことだよ。先生、私が裏山まで行って彼女を探してきましょう。おお、そうしてくれるか。俺も行きます。助けてもらった恩もありますし。わかった、では一緒に行くとしよう。はい、二人とも頼んだぜ。雪が降ってる。雪が珍しいのかね。スタン君はどこの出身なのかな？フィッツガルドのリーネって村です。なるほど、あの地は気候が温暖と聞く。雪が珍しく見えるのも無理はない。そうですね。この辺りには凶暴なモンスターも多い。油断はしないでくれ。俺、剣には自信あるんですよ。任せてください。我がマスターになったからといってうぬぼれるなよ。
お前偉そうだな。本格的な戦いに入る前にソーディアンの使い方を教えておく。そんなの聞かなくてもわかるって。切ったりついたりするだけだろ。普通の剣ならそれで終わりだが、ソーディアンはそうではない。まず小術を使うことができる。我の場合炎にまつわるもので、詠唱時間を必要とするが、特により強力なものが多い。それとソーディアンの性能はソーディアンデバイスで変更可能だろう。これは実際にやってみるのが早いだろう。小術もソーディアンデバイスも我を使いこなすことで幅が広がっていく。いろいろと試してみるがいい。わかった。今のお前はまだまだ実力不足だ。それを自覚し精進せねばならんぞ。お前口うるさいな。いや、ずいぶん楽しそうだと思ってね。準備はもういいかな。あ、はい、行きましょう。アルバ先生のお孫さんってどこにいるんですか？さて、どこだろうな。あちこち探してみるしかあるまい。とりあえず裏山を進んだ先にある大きな欅の生えた場所を目指そう。寒い。寒すぎる。エキシン！フィッツガルドで育ったスタン君にはファンダリアの気候は厳しいかな。ウッドローさん、よくケロッとしてられますね。この国で暮らせば自然と寒さに強くなる。今日は暖かいくらいだよ。信じられない。アクション！飛行竜から脱出した時、俺溺れた気がするんだけど。我が刀身から熱を発して水を干上がらせたのだ。そんなことができるのか？すっげえ。魚を焼くのにも使えそうだな。そのような用途には断じて協力せんぞ。ウッドローさんはアルバ先生のところで弓の修行をしているんですか？ああ、幼少の頃から始めたので、かれこれ20年近くになるかな。20年ですか。そんなに一緒ならほとんど家族みたいなものですね。うん、私が先生から教わったことは限りない。人生そのものにおいても師匠だよ。チェルシーを見つけなければ、裏山の奥にある大きな欅の生えた場所、まずはそこに行ってみるとしよう。ソーディアンの声を聞けるのって選ばれた人間だけってことだろ？まあそうとも言えるな。なんかかっこいいな。まるで俺伝説の英雄みたいだ。うぬぼれるな。お前など実力不足だ。我こそは英雄王スタンナリー。者ども我に続け。ノー、お前をマスターにしたことを我は本気で後悔し始めたぞ。いぞ、
撃のようだな。ゴーレツ通す。ゴーレツ燃えろ。通す。早く通す。よし、爆炎剣ファイヤーボール。燃えろ。そこだ。やったぜ。スタン君はなぜ飛行流に？俺、セインガルドへ行きたかったんです。でも船に乗るお金がなくて。それで密航したというのか。無茶をするにも程があるぞ。仕方ないだろ、船賃俺の小遣いの何倍もするんだから。金を貯めればいいだろう。あ、その手があったか。言ってる我の方が情けなくなってきたぞ。Thank you.
かいる。もうダメ。きっと私、もう二度と家に帰れないんだわ。チェルシー。するの意味だ。へえ。どうやらその様子だとまた迷子になったようだな。まただなんてそんな。私今まで一度だって迷子になったことなんかありません。その割に泣き声になってたような。あれは欅さんとお話ししてただけです。それでついもらい泣きを。へえ、人話ができるんだ。すごいな。どちら様でしょうか。スタンエルロンって言います。よろしく。ゆえあって先生のところで世話をしていたので。旧称アルバの孫チェルシーです。軽配の身ではありますが、お見知りおきよ。軽配。身分が低い、または未熟者の意味だ。リムロス、物知りだな。リム？ああ、いや、なんでもないんです。チェルシー、先生が探している。私と一緒に帰ろう。はーい、わかりました。無事、見つかってよかったですね。そうだね。では、早々に先生の家に帰ろうか。来た道をそのまま戻ればいい。もう少し大人になったらな。もうすぐそうやって子供扱いするんですから。お二人は仲がいいんですね。まるで兄弟みたいだ。兄弟なんかじゃありません。ウッドロー様は私の。早く先生の家に戻ろう。チェルシーは弓矢の手入れが行き届いているな。さすが先生の孫だ。本当にすごいや。この矢なんてピカピカに磨かれてる。これはおまじない用の大切な矢です。これで好きな人の胸を射ると両思いになれるんですって。へえ、叶うといいね。やめさせた方がいいと思うぞ。どうしたんですか、ウッドローさん。今、急に寒気を感じたような。多分気のせいだろうが。残念、感づかれたわ。チェルシー、どうして弓を構えてウッドローさんの背後に立ってるんだ。だからやめさせろと言っている。先生の家に戻ろう。来た道をそのまま戻ればいい。敵のようだな。早く。シャーハー、ワクインケン、トウスカー、マジンケン。早く爆炎拳ゴール。みんな、よくやったな。裏山の欅とどんな話をしていたの。もらい泣きするほどだったんでしょ。いや、あれはですね。聞きたいな。俺は木と話せないからすごく興味あるんだよね。純真な眼差しが胸に突き刺さります。待ちわびたぞ。ズボンのゴムが切れて困っておった。早く直してくれんか。もう、そんなことのために私を呼び戻したんですか。ズボンのゴムくらい自分で直してください。良いではないか。いるものではなかろう。そういう問題じゃありません。ああいうの
家族の触れ合いというのだろうな。うちも似たようなもんです。じっちゃんと妹がいますから。ウッドローさんのところはどうなんですか？私が家族と呼べるのは父だけだからな。しかも接する機会はそう多くない。外で立ち話をするのもなんだ。私たちも中に入ろう。早くうちの中に入ろう。時にこぞ、主はこれからどうする気じゃ？セインガルド王国の首都ダリルシェードへ行こうと思ってます。なぜダリルシェードへ行きたいのかな？セインガルドの兵士になりたいんです。兵士？俺のじっちゃんも昔は兵士だったんです。子供の頃から話を聞かされてて、いつかは俺もって思ってたんで。生ぬるい考えで務まるほど甘いものではないぞ。やってみなくちゃわからないだろう。誰に向かって話しとるんじゃ？あ、あ、いや、スタン君の士官がうまくいくことを祈っているよ。ありがとうございます。セインガルドへ行くなら、ジェノスの町を経由する必要があるな。ジェノスはファンダリアとセインガルドの国境にあるんですよ。ここからだと南西の方角に当たります。私がジェノスまで一緒に行こう。ちょうど国元へ帰ろうと思っていた。ウッドロー様、もう行ってしまわれるんですか？書簡が届いたものでね。呼び戻されたとあっては仕方がない。本当はもう少し先生の教えを乞いたかったのだが。いつまでそうやってフラフラしておる気じゃ？さっさと覚悟を決めて親父の後を継ぐんか？まったく、先生にはかないません。それでは準備ができ次第出発しようか、スタン君。ええ。チェルシー、先生の言うことをよく聞くんだよ。ウッドロー様、きっとまたここへお越しくださいね。チェルシーは一日千秋の思いでお待ち申し上げております。一日？我は辞書ではないのだがな。待ち遠しいの意味だ。では元気でのごぞ。はい、二人ともお元気で。ご恩は忘れません。とりあえず外に出よう。ウッドローさんのお父さんって何の仕事をしてるんですか？そうだな、大勢の人間を束ねる仕事とでも言えばいいのかな。なるほど、親方みたいなものですか。そんなことを言われたのは初めてだよ。だが的を射ているかもしれないな。ジェノスの町って遠いんですか？途中で腹が減らなきゃいいけど。スタン君にこれをあげよう。フードサックだ。これがあれば戦いを終えた時に体力を回復してくれる。町でフードを補充することで繰り返し使える優れものだよ。へえ、便利ですね。ありがとうございます。さて、行くとしようか。ジェノスの町は南西の方角だ。ジェノスの町は森を抜けた先にある。わかりました。